上州荒谷駅は群馬県神羅郡神羅町家内にある上新、電鉄上新線の駅。駅の東約200メートルのところに荒谷信号所があるが、通常交換を行う列車は少ない。駅の高崎側に川が流れておりホームはその崖の上まで達しているが、この川の名前は三津川である。やや上流には三津橋という橋がある。 た元には仏教説話における三途川で六分線の徴収係を務めているとされるダツエバーが祀られている。現在は無人駅であるが、以前は上新電鉄の委託駅であった。委託職員はおばあちゃん駅長として地域住民に親しまれていたという。関東では7月25日、京弁鉄道停留場設置、関東1915年8月9日。 上州荒谷駅が、新築移転へ、明太パークと保険に、同時期開業、観光客増へ、期待高まる。工芸新聞。オリジナルの2021年5月24日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20210524130818/https。 www.jomo-news.co.jp スラッシュニューススラッシュ GUNMA スラッシュポリティクススラッシュ2 9 5 1 5 7 2 0 2 1年5月24日閲覧。国土数値情報国土交通省2019年7月16日閲覧国土数値情報国土交通省2020年9月23日閲覧。ありがとうございます。